です。はい、またまた小沼さん、こんにちは。お願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いいたします。はい、さて石毛さん、何がご存知ですか？何が今ですね、チャンネル登録数というのが日に日に伸びておりますが、はいはい、一番こう近づいている壁がですね、はい、見えている壁が10万人というところがですね、ちょっと射程圏に。だって今いくつ？7万5千人ぐらいですね。去年の7月だったか8月だかスタートしたのは。そうですね。ね、夏ちょい過ぎですか。100人、200人、1000人になりましたよって連絡来てさ、はい、それがいくらになればいいんだみたいなね。いくらになればいいって言ってましたか？1万人になれば目指しましょうとか、5万ですねとか。はいはいはい。いや、今度欲変えて10万人。いよいよ欲変えてじゃないですか。懐かしいよ。現実的な話で。もう12分に7万4千5千いただいたら十分でございますか。ありがたい、もう本当にありがたい皆様のおかげなんですが、はいはいはい、もっと多くの皆様に楽しんでいただいて共有をしていきたいというところでですね、はい、もちろんこう楽しい企画をお話をお届けすることはもう前提なんですけれども、はい、10万どうしましょうっていう話を、はい、10万人突破した暁にはやっぱりこれ一つ節目ですから。そうですね、はい、今まで数多くのゲストの方に出ていただいたんで、はい、そうですね、まあ、同窓会じゃないんだろうけど、はい、まあ、そういう方にちょっと来ていただいて、はい、ありがとうございますねみたいな、ちょっと飲み食いしましょうよみたいなとこもいいし、ほとんどの人がゴルフをするんで、はあ、記念ゴルフコンペもいいだろうし飲み会、飲み会ゴルフはもうこれはもう決まりですね。あ、決まりなんですね、はいはいはい、石毛さんの中でね、はいはいはい、うん、なるほど、うん、そうですね、うん、感謝の念を持って、まあまあ、今後ともよろしくね、皆様のみたいな、はい、うん、あとは何やる、どうしますか。ゲストの方ももちろん今までたくさんご参加いただいたんですが、うん、笑っていいともじゃないけどさ、はい、テレフォンなんとかじゃねえんだろうけどですそうそう、だって俺たちの友達そうそうつながるわけじゃないし。あ、まあそうですね、だからこそですよ。だから特別にやってもいいんじゃないかっていうことですよね、うんうん、今まではそのご紹介制度のネットワークでしたけれども、うんうん、10万だからちょっとどうにかこうにか、だって大物ゲストだってその方々さ、人の YouTube どうでもいい話で、うん、いやちょっと私の家に10万人出てくださいってその記念イベントなんですよ、だってそれはどうしたっていうやつもいるかもわかんないし、まあ、そう、そうですね、そのどうしたもちょっと聞いてみたいですね、私としては。だってさ、うん、これって YouTube で自分のチャンネルで、うん、多少自分で何言ってもいいし自分の思いを語れるし、まあ、という、はい、自己満足の世界じゃん。そうです、俺発信ですよ、うん、自己満足でやってる人間に対してお前勝手にやってくよって客観的に見る人もたくさんいるんだろうし、冷めてる人が、うん、でも石毛さんの人間性がありますから、こちらがいや受けていただけないかなと思っても、うん、あ、そうなの、じゃあちょっと今まで YouTube 出たことなかったんだけど、じゃあ石毛ひろみし TV 遊びに行っちゃおうかなって言ってくださる吉永小百合さんだな。あいいですね。いや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 。そうだ、あとあれじゃないですか、うん、橋本弁護士、あの橋本さん、うん、橋本さんもお会いしたい方ですね。あと声かけれるのは千春さん、松山千春さんくらいかな。おいいですね、歌っていただきましょうよ。うまいぜ、声が広がる。千春さんとチームの前田が2人で歌ったらさ、めちゃくちゃうまいやん、この2人。え、前田さんもおつながりあります？あります、あります。あ、もう千春さんの子分ですから。うわ、うん、じゃあもうちょっとそのダブルで、この2人がね、僕のためにね、カラオケで歌を歌ってくれるわけですよ。カラオケで、はい、何ですかその環境。俺何年前かな、もう30年前になるのかな、はあ、初めて福岡で千原さんと会って、はい、お前俺のどう何が好きなんだって、銀の雨が好きですって、僕実は明日9月22日僕の誕生日なんですって言ったら、おお、じゃあ歌ってるわよって、そのままスパーンと、いやー、もう正座して聞きましたよ。そうですよねもう泣いちゃいますね。でね、千原さんはねちょっと適当に見えるでしょ、先輩に対してもタメ口聞くし、うん、いろんな方と付き合いもあるし、でもね、すっげえ筋を通す人で真面目な人なんですよ。うん、そのギャップがね魅力的だって、うん、ちゃんとしてますからこの人。すごいです、うん。いつだかのね、機内でもう、ああ全日空のね、機内の中で、まあ、遅延してる時歌ってね、ね、うん、っていうこともありましたね。うん、最近会ってないけど糖尿持ってんですよ。あ、そうですか。周りにはタバコは吸うしね。酒はもう飲まないですね。糖尿、はい、
津山千春様、中部前田様、吉永小百合さんには出てもらいたいけど、吉永さんとはどうなの？あ、そうですか。でもあれですか、現役時代お会いになったり、西武ライオンズのファンでよく来ていただきました。お会いに会ったことある、あることあります。あのパーティー会場とかで会ったことある、優勝のパーティー会場で会ったことありますね。しとらないよね、本当素敵ですよね。俺綾瀬はるかに会いたいな。あ結構いましたね。内田有紀もいいな。若い人は出てこないんだけど、いや千草薫さん好きだったんだけどな、亡くなっちゃったもんな。そんな希望が通るならば勝手なこと言わせていただいてこれを聞いて千春さん分かったらバカかお前、すぐ電話しとくかいっていうタイプですからね。ちょっとあれですね、スタッフ側では想像してなかったお名前が出てきたかなというところはありましたが、野球選手はもういいでしょ、飽きたでしょ。例えばですけど、はい、でもよくコメントでいただくのは清原さん対談してください。清チャンネルやってるね。清チャンネル、はい、中畑さん、中畑さん、そうですよ、うるさいよ。絶好調ですかね、いつもね。これ俺のチャンネルだろみたいな仕切りタイプですからね。はいはい、先輩後輩という関係性、ね、はい、いや逆に俺が引きますよ、先輩はもう。なるほど、はい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 、オンステージみたいな。それで終わり。そんな石毛さんを見てみたいとか。いや落合さんとか。落合さんは森井さんに聞いたんです。あ、はい、重原さんに、はい、落合さんは出ねえかなとか言ってましたよ。そうか、どうして出ねえんですかね。なんだろうね、まあその自分のなんか世界があるんじゃないですかね。出てる？他の YouTube に出てないよね。そうだね、もうずっと家に引きこもってる。あ、なるほど、このコロナ禍でっていう。リモートでもね、リモートでもお電話でも。いや、まずは文通からだね。文通、郵便番号聞いてやっぱり小見紙書いてからだね。今からやりましょう。じゃあそれは、住所わかんねえし。それはでもちょっとまだ猶予があるんで、その努力はできます。そんな10万人突破でなんかそんなあれでいいの？なんかこうみんなでなんかライブでなんかいろいろこう盛り上がることできないの？まあまあまあ、もちろんだから、いくつもあってもいいんじゃないですか、その10万おめでとう、まだ10万人の方々と一緒になんか共になんか記念を喜ぶようなことからやっていかないと失礼じゃないですか。はい、じゃあそれはやりましょう。はい、ね、はい、で飲み会やってゴルフもやりましょう。はい、あとはゲストはその次くらいでいいんじゃないの、誰にするみたいな。石毛さんゴルフだからな、トップが。ゴルフしか楽しみないんだもん。これ叶えコンペ叶えられたその後気抜かないでくださいね。本当に。いや、この YouTube 始めたのはね、はい、将来自分がこうやりたいっていうものが見えてきたんで、それを発信していくためにその前団体でこのことからスタートして、石毛をもう一度知ってもらって、そういった考え方生き方をしている人間がこんな構想を持ってますよっていう、どうですかみたいな、それは石毛の夢っていうことじゃなしに、こういうのができたらその町が地域が、あるいは子どもが若者がいろんな方々がなんかいい雰囲気になりますよねみたいな、そんなことを考えているんで、それをまあ実現するために資源を知ってもらってこういうふうに動いてますっていう途中報告もしながら、じゃあいろんな人のご協力いただきながらその夢の実現のために頑張っていきましょうのがスタートなんで、そうだね、10万人くらい行ったらその構想の進捗状況だとか、そうですね、それに関わる方々にも出ていただいて、実際こうになればこう具現化して動いていくんですみたいな、そのことも言っていただければ理解者が増えてくるのかなっていう、真面目なこともね、始めたのはそこにあるんだから、それを忘れて、やれ誰呼べ、ね、誰飲み食いしよう、ゴルフ行こう、そんな安易な考え方じゃいけませんよ。飲み食いとコンペは石毛さん発信で、はい、まあそれだけではないというね。はい、でも逆に、まあ、違う業界の人間でも来ていただいて、はいはい、実際こういう業界今こうですよとか、そうですね、じゃああと10年後2030年40年こうなってますよみたいな、行く末を語ってもらったりしてですね、野球の全く以外のちょっとこう真面目なものもあってもいいのかなっていう、はい、ためになる石毛チャンネルでいいんじゃないかな。そうですね、まあまあまだまだ7万5000人くらいですから、10万人まではちょっと時間かかるんで、それまでにいろいろ揉んで、そういう観点で今度はああこういう人やああいう人やこうっていろんなことをこう考えて動きますから、10万人達成するときには実はこれをやります
パッと発表できるかもありませんから、うん、はい、そうですね、はい、まずはコンペですそれ10万達成しなくても叶えられますよね、おそらく。あ、でもコンペだからさ、いろんな方来て呼んで、ね、ゲストにお世話になった方、うん、あれはここ で, ううこで、ねね、募集して、はい、ちょっとコンペに参加しませんか、うん、先着100名まで OK よみたいな、うん、だったらいい話じゃん、うん、やっぱり多少遊びもねえとな。そうですね、うんうん、はい、で真面目なこともやって、はい、うん、そういうことですね。そういうことですね、はい、ということで、はい、ダイアンツのもらってきましたからお気に入り。じゃあその日に向けてまた引き続き、はい、皆さん引き続きよろしく、はい、よろしくお願いいたします。友達仲間を増やしちゃってください、はい。ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。